50年ほど前、世界各地で男性妊娠の報告が相次ぎました。檜山さん、あなたは妊娠しています。え、妊娠？おはようございます。 OK、 完璧だな檜山。ありがとうございます。子供持つとか現実的に無理です。来るときいつも遅いよね。ごめん、仕事がいる。私健太郎の彼女じゃないんだからさ。俺たち相性いいでしょ。男性妊娠ってやつ、男の人が子供産んでくれるなんていい時代になったよね。思わず私の子なのって言っちゃった。それ男が言うやつ。中絶同意書。秋の言ってることってさ、その辺の男どもと一緒だよ。一日中吐き気するし、上司にも睨まれてるし、すでに生活に支障出てんの。ごめんごめん、それどうしたんですか。どう、父、乳首からこう染み出てくるね。はい。性別ですが知りたいですか。妊娠なんかする男なんかさ、母親だけが人生じゃないなって思ったりもするのよね。うちの会社の仕事しない？シンガポールで。向こうに住まなきゃできないよね。こういうキャリアの積み方したかったんじゃないの。これ以上限界です、すいません。やめるだなんて無茶を言うな。俺はもう逃げる癖がついちゃってんのかな。俺がどうしようと秋には関係ないよね。子供も秋が産むわけじゃないんだし。結婚しよう。結婚はまたね。なるほどなるほどっていうか、らしさって何なんですかね。父親らしさ、母親らしさ、そういうので人を縛る必要ってなくないですか。この子に誇れる母親になりたいって思ったの。思いがけないことが人生には起こるんですよ。檜山。